おはようございます。釣り子 TV です。こんなルアー買ってみましたよ。ジャッカルのソウルフラット 58SF っていうことで。ね、ソウルシャッドのね、ちょっとね、フラットな、ね、ずんぐりむっくりしたね、ソウルシャッドがあったよと思ってね、買ってみました。これね、横利根柄。ね、久しぶりに来ました。プロショップケーズにね寄ってね、なんかね面白いルアーないかなーなんて物色していたら、へえ今ソウルフラットなんてのがあるんだと思ってね、買ってみましたよ。じゃあねちょっと早速開けてみたいと思います。まあまんまね、あ、価格は1771円って書いてありますね。こんな感じのルアーですね。ギルっぽいカラーもあったんですけどね、ちょっとねこういうなんだろう、薄ピンクというかワカサギっぽいというかね、そんな感じのカラーを選んでみました。でね、今回はねユーマズメ一本勝負っていうことで、これをねベイトタックルに結んで、護岸際をねテンポよくねタカタカタカってね巻いていきたいと思います。じゃあ早速ソウルフラットですね。なんだっけな、アブのベルサートって竿ですね。ちょっと絡み防止で少しだけリーダーをつけて P ラインで、ね、こんな感じ。あー、さすがソウルシャッドってつけるだけあって、なんか泳ぎが非常に良さそう。ベイトタックルでね、気持ちよく高々巻ける感じなのかな。いや、小気味よく動いてくれております。まあ、そんなもう護岸べったりっていうよりはテンポよく巻いて、食い気のあるやつを探してくる。流れ込みチャンス、流れ込みチャンスじゃないですか。ああ、なんかちょっと冬とかに何も考えないでテクトロスンのなんかにもね良さそうだな。
飛ぶ。軽くふわっとね投げるだけで距離は申し分ないです。おっしゃ、来た、来たよ。あー、バレた。あー、マジか。はい、というわけでね、家なんですけども、見事に坊主を、食らいました。まあね、30分くらいのね短い勝負時間だったんで、そこでね、プロショップケースで買うことができたこちらのルアーですね、試してみたいなということでソウルフラットね、投げてきてみました。まあ夕まずめね、ワンチャン護岸際であるかなと思ったらワンチャンあったんですね。このルアー自体はね、すごいね使いやすくて、しかもね、魚もかけることができたんで、なかなかいいなってね、一発でお気に入りになったんですけども、っていうのはまあ、ベイトタックルでね、すごいね、投げやすい、そんでもって、コントロールもしやすかったなというのと、小気味良いアクションがね、あ、これはいかにも釣れそうっていうね、シャッドっていうよりもなんかこう、クランクベイト的にね、小型の、なんだろう、巻いてこれるな、気持ちいいななんて思ってたら、ぐーってね、一気にね、走り出して、あー、まだこの時期だからちょっと強引にね、ファイトして一気に抜き上げようかなと思ったらね、針がスポーンってね、取れちゃって、それが最後のチャンスとなってしまいました。まあ、ただね、ちょっと、まあ、実調時間に対して、あ、こんなに早く当たりもらえたんだっていう印象はあるんでね、これから寒い時期にどんどんこのテノルは、効いてくるようになると思うので、せっかく買ったんでね、このソウルフラット引き続きね、まあ、ダム、平たい湖問わずね、いろいろなタイミングで投入してみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルからですね、新しく出たソウルフラット、これをね投げ倒してみてきたよっていうね、こういった動画でした。釣り子 TV でした。また会おうぜ。